こんにちは、ココです。今回はオビトが岩に潰されず助かっていたらどうなっていたのかについて考察してみたいと思います。オビトが岩に潰されたことがきっかけで闇落ちして、月の目計画に向けて世界情勢などがどんどん変わりました。しかしそのきっかけがなければ世界の動きも変わるはずです。カカシとオビトの関係、キュービ事件、アカツキ、第四次忍界大戦など、それぞれどうなっていたのでしょうか。オビトが岩に潰されず助かっていたらどうなったのかを本来の動きと比較しながら検証していきたいと思います。オビトは助かることで闇落ちしない、オビトが岩に潰されなかったとしたらどうなっていたのか、この状況を考える前にオビトがどうやったら岩に潰されない状況になったのかを考えてみます。オビトが岩に潰される原因となったのは、岩隠れの忍びが地盤を崩したからです。その前にミナトがオビトたちの前に到着していたなら防ぐことができたでしょう。その後にオビトとマダラが出会うこともないので、月の目計画を引き継ぐ者がいなくなります。そうなるとマダラはそのまま死んでしまい、輪廻転生によって復活するという筋書きも叶わなくなるでしょう。オビトが闇落ちする一番の原因は輪の死です。輪がカカシによって殺された、そう思い込ませることでオビトの心を壊すことが目的で、全て仕組んでいたのはマダラと言われています。リンが死ぬことになった理由を順に追っていくと、まず岩隠れの忍びがリンを誘拐し三尾の人中力にします。そのまま三尾の人中力となったリンを利用してこの葉隠れの里を滅ぼそうとしました。その目的をリン本人が知ってしまい、自らの命を絶つためにカカシの雷霧に向かってあえて飛び込み貫かれることになりました。それもマダラが亡くなってしまうと実行不可能となるでしょう。なぜならリンを三尾の人中力にしたのはマダラの提案でもあるので、マダラがいないとリンが三尾の人中力に選ばれないのです。つまりリンが死ぬことにもならず、カカシもオビトも仲違いするきっかけは失われることになります。カカシもリンもオビトもそのまま協力してこの葉隠れの里の忍びとして成長するでしょう。キュービ事件が起こらない、オビトが闇落ちしないことによってミナトが死なないということにもつながります。キュービ事件の時、オビトはクシナの中からキュービを引き抜き操ることでこの葉隠れの里の壊滅を企みました。そしてミナトが式風神を使用したことでナルトにキュービの力を封印してクシナと共に命を落としたのです。もしオビトが闇落ちしないとなるとキュービ事件は起こりません。ミナト、クシナ、ナルトが家族全員で揃って生活をすることができるのです。そしてコノハのウチハ一族にも変化が起こります。キュービ事件をきっかけにウチハ一族は団蔵たちコノハの上層部に目をつけられ、そのことがきっかけでクーデターを起こそうと決めます。その結果イタチがサスケだけを残して一族を皆殺しにするのですが、クーデターを起こす気がなくなればウチハ一族も生き残っているはずです。そうなるとイタチやサスケも普通にコノハ隠れの里の忍びとして生活を送ることになります。ミナトが生き残りウチハ一族も壊滅せず、イタチも暁に入らないとなるとこの葉隠れの里はかなりの戦力を保持していると言えるでしょう。その状況でオロチマルが後にこの葉崩しをする可能性が低いと考えられるので、カブトもオロチマル信者になることもなく驚異的な存在になることもありません。オビトやカカシの強さは半減、ミナトの下で修行を続けるオビトやカカシはどのようになっていくのでしょうか。カカシはオビトが岩に潰されたことでオビトから託される形でシャリンガンを手に入れることができました。しかしオビトが無事だということはシャリンガンがないのでコピー忍者という通り名もなくなります。雷霧もシャリンガンがないと使えないので全く違う戦闘スタイルの忍びになりそうですね。同じようにオビトもシャリンガンは開眼しても万華鏡シャリンガンを開眼できないのではと思われます。その理由は万華鏡シャリンガンの開眼するきっかけである大切なものを失う悲しみという体験がないからです。平和な世界が続いてしまうとその分だけウチハ一族は能力を開花できないと思います。オビトが万華鏡シャリンガンを開眼できないとなると最強の道術でもあるカムイを使うことができません。そうなるとオビトも波のウチハ一族の忍びで終わってしまうことになります。同期で強さを比べていくとおそらくガイが一番強いことになるでしょう。ガイだけは周囲の環境と関係なく力を身につけ体術でマダラを苦しめています。ナルトやサスケの強さにも影響、オビトが闇落ちしないことでサスケやナルトにも影響が出てくることになります。クシナが生きているのでナルトの中にキュービが封印されることはありません。ナルトの強さの根源はキュービの力によるところが大きく、キュービの力を使いこなすことで作中トップクラスの強さとなりました。チャクラの量が他者と比べて圧倒的に多いものの、ほとんどはキュービのおかげです。それがなくなるとすれば周りの指導を受けることはできたとしてもそれなりの忍びで終わってしまっていたかもしれません。それでもミナトやジライヤから指導を受けることで
螺旋丸や戦術を習得することはできていたはず。そして封筒螺旋手裏剣のように螺旋丸に性質変化を加えるところまでが限界といったところでしょう。続いてサスケですが、こちらもイタチを恨むことで万華鏡シャリンガンを開眼させたり、イタチの目を移植したことで永遠の万華鏡シャリンガンを手に入れています。イタチが里にとどまり両親も健在となると、サスケは誰も恨むこともなくシャリンガンを開眼したとしても、それ以上先の成長が望めません。そうなるとサスケも忍びとしてもそこまで突出した力を持つ存在にならないと言えるでしょう。そんなサスケやナルトがこの葉隠れの里を背負う人物になるのかというと、かなり厳しくなります。4代目以降のホカゲが変わる。本来だと7代目ホカゲはナルトになりますが、その部分も大きく変わっていくことでしょう。ホカゲ候補としてはヒューガネジも可能性が十分にあるからです。ネジは第4次臨海大戦でナルトをかばって死にましたが、戦争が起こらなければ生き残ることになります。もともと天才と呼ばれるほどの資質を持ち、努力を惜しまず強くなろうという気持ちがどのキャラよりも強いです。その根源となっているのが霧隠れによる日向誘拐事件がきっかけで、これはオビトとは関係なく動く流れなので、ネジが宗家を恨む展開は変わらないでしょう。作中と同じ流れで強くなっていくので、ナルトたち同世代の中では飛び抜けた強さになることは間違いありません。ミナトが生きていることで今後のホカゲの就任についても変わります。ミナトの死後に3代目ホカゲのヒルゼンが再就任していますが、ミナトが生きていれば少なくともホカゲの地位は20年は安泰でしょう。そのため5代目の綱手や6代目のカカシといった流れもなくなることに。5代目ホカゲはミナトの弟子の世代になるでしょう。ミナトの弟子の世代で考えるとカカシやオビトたちということになるので、5代目はカカシ、アスマ、オビト、アイの4人で争われると思われます。オビトが闇落ちしたことでアスマは死に、ガイは忍びとして復帰できない体になりました。それがなくなればアスマやガイにもホカゲになるチャンスはあるということです。特にアスマはヒルゼンの息子なので、そこからもホカゲになる可能性が十分に考えられます。強さだけで見ればガイが一番なので、ガイもホカゲになってもおかしくはありません。カカシやオビトがホカゲに選ばれるのも厳しくなりそうです。暁のメンバーの動向も変わる。次は暁のサイドで考えてみます。コナンやナガトが暁を作る流れは変わらないでしょう。しかしその後の組織の拡大が難しいと思われます。オビトが美獣の捕獲など明確な目的を持っていたから、暁は拡大することに成功しているので、それがないとなると二人の力だけでは限界がありそうです。暁の動きが目立てばそれこそ別の組織に潰される形になるかもしれません。そして動き次第ではジダイアが死なないことも考えられます。となると暁の動きを見て、この葉隠れの里がジダイアを筆頭に動けばコナンやナガトを改心させることもできるのではとも。ナガトはナルトによって改心させられましたが、コナンはオビトを裏切りました。この二人に関してはしっかりと未来の話をすればどうにかなる可能性があるのです。そうなればコナンもナガトも死なずに生きながら得ることも考えられます。まとめ、もしオビトが岩に潰されずに助かっていたらどうなったはいかがだったでしょうか。オビトが岩に潰されないことでオビトの闇落ちを避けられることは確定です。そうなるとこの葉隠れの里は安泰で、暁が唯一の不穏分子として暗躍し、それを阻止するための戦いになると思います。ミナト、ジライア、イタチが生きていることはオロチマルの抑制にもつながりますし、後のカブトの闇落ちを防ぐことにもつながるでしょう。ミナトの後のホカゲも同じ流れではなくなり、ナルトがホカゲになれない可能性もあります。他にもこんな展開が考えられるという方がいましたらコメントをお願いします。